皆さんこんにちは、本日はロングパットの距離感を、10球で養う方法を皆さんにご紹介します。まずこのように一列に並べてください。このボールを手前から順番に打っていきます。まずは5ヤードの距離ぐらいを一発目は打っていきます。このボールを基準に直前に打ったボールよりも遠くに打っていきます。で、少しずつ徐々に距離を伸ばしていくという形です。このどれぐらい超えるのかの基準値は考えずに、とりあえず超えていく、いけば OK という形で練習を進めてください。最後のボールまで一回もショートせずに打てることができれば OK です。それでは一度順番に打っていきます。はい、まず1球目は5ヤードのところに打っていきます。今のボールよりも超えて打っていきます。続いて今のボールよりもまた超えて打っていきます。続いてまた先ほどのボールよりも超えて打っていきます。先ほどのボールよりも、超えて、振り幅が先ほどよりも大きくなれば超えていきます。このパターンもしっかりと振り幅を考えて打っていきます。はい、続いてはちょっとボールに当たりそうなので右を向いて打っていきます。今のボールよりも超えていきます。はい、それではあのボールよりも超えて打っていきます。はい、最後のボールもうここは、グリーンエッジところまで飛ばしても大丈夫です。はい、このように前のボールよりも遠くへ、前のボールよりも遠くへと徐々に距離を伸ばしていくことにより、ロングパットの距離感を養います。まずは10球連続で前のボールよりもショートしないという意識を持って、練習をするようにしてください。以上で練習ドリルのご紹介を終わります。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。